え、これ何ヶ月ですか？3ヶ月ぐらい。4匹ですよね。はい、はい、これな、これ なんて言うんですかね、猫。雑誌だけど、生い立ちはね、お母さん猫が身重でね、鈴木さんの家にね、なだれ込んできたの、生き倒れみたいに。それでお産したから。あ、そうなんですか。本当は7匹だったんですけど、7匹死んじゃって生まれた種類に。で、結局生き残ったのが6匹で、探してて、はい、こっち出てきて、おいで、おいで、おいで、おい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 。今、裾野さんで、この子猫、4匹いるんですけど、里親を、里親を募集しているそうです。あ、かわいいなぁ。クマ、ほら、ほら、ほら。他も映したいなぁ。もし欲しい方がいらっしゃいましたら、裾野さんの方に飯塚さん宛てでいいので連絡ください。はい、かわいい。指がかわいい。指の先に黒いのが入ってる。僕はお腹にドラえもんポケットがついてます。あ、本当だ、かわいい。僕は、そして尻尾がハート型なんです。あ、本当だ、本当だ。あ、本当だ。あー、ごめん、ごめん、悪かった、ふーちゃん。あららら。待って。笑ってください。いや、うちもいっぱい飼ってるから、これここ。4匹です。じゃあ、あと4匹で8だ。ちょうど、末広がりの8で、いいところ。うちの親困っちゃいます、そんな飼ってて。あ、もう連れてくんなって言われてます。ちょっと待って。はい。車大丈夫だから。かわいい。3ヶ月になったの。生後3ヶ月です。顔を近づけると噛みません。ああ、いいですね。うちの春みたいに噛みません。あ、爪も立てない。うん、かわいいよ。かわいいですね。飼、うん、える方いらっしゃいましたら、はい、裾野さんでいいんですよね、連絡先は。はい、言ってください。はい、電話でも。全部で4匹ですよね。はい、はい、わかりました。